VA の車のスキャンできるようなサンプルが必要ですか？必要です。ですか？はい。トゥクトゥクで来られたんですよね。いや、そうなんですよ。背中痛かったんちゃうかなと思って。見られてますね。はい。先週のイベントも大盛況で、はい、私の友達も潜入スパイで、はい、ちょっとイベントを、取材ちょっと、はいはい、話をいろいろ聞いてたんですよ。はい。はい。もう、ほんと、トゥクトゥク大人気で。ね。はい。せーの。あらほし、ませる。やっぱりスバルがナンバーワン。はい、アラホーシュマンセルです、いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。サンシャインワーフ、こちらスーパーオートバックスの、方にね、イベントで来ておりまして、フラット 3D ラボさんの、フラットさんを今、ここにね、いらっしゃってますけれども、大丈夫でしょうか。フラット 3D ラボさんの商品をちょっとご紹介いただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、フラットさん、はい、今実は商品のご案内ということで、はい、こちらフラットカーチャンネルということで、はい、今 YouTube の動画も出されてらっしゃるんですよね。そうです、はい、そうですよね、はいはい、ちょっとこうお見受けしたところ、もうすぐ1000人というふうに、はい、書いておられますが、実際のところ今でリアルに何人ぐらいなんですか？今962本、はい、ですか。そうですか。あ、もうぜひ私がちょっとこの土日月のあたりで、はい、もうなるべく早めにアップしますんで、はい、ありがとうございます。1000人のお祝いを、はい、そこで突破できるように。嬉しい。とんでもないです。やりたいなというふうに思いますね。ありがとうございます。はい。今そのお仕事、はい、どういうコンセプトとか、はい、どういう商品をされてらっしゃるのかっていうのをちょっとお聞かせ願えますか？ありました。ちょっとフラット 3D ラボとしてはちょっと個人でやらせてもらってるんですけど、はい、ちょっと趣味の一環で、はい、私 VM レボーグ乗ってまして、でそれをもうこのハンディのスキャナー、3000スキャナーでスキャニングしまして、はい、でまあ、それに合わせて、まあ、フロントの取れないフロントにつけるカナード、あ、はい、こちらですね、こういったものをデザイン違いで3種類、いろんなパターンでね、はい、であるいは後ろのディフューザーですね、取り付けタイプで、はい、まあ、いろんなデザインのものを、また別のものが原車についてくるんですけど、はい、を作っていくと、あとはフロントのダクトのフィンとか、はい、ミラーにつけるフィンとか、あとリアスポイラーの三角部分に貼り付けるタイプ、はい、あとこちらも VM レボグの、ヘッドライトをスキャンしてキーホルダーにしたもの、こちら。かわいいですね。ありがとうございます。はい、なるほど、はい、今やり始めてます。いや、時代ですね。いろいろできてしまうんですね。そうですね、はい、でちょっとご縁あってリベラルさんの方で、はい、ちょっと今回出展させていただいて、そうですか、で本日から始めて販売っていうところまで、はいはい、あ、そうなんですね、させていただいてます。なるほど、はい、さすがこのリベラル の、はい、青木社長、はい、本当に幅広く、そうですね、みんながウィンウィン、はい、幸せになったらいいじゃん、はい、みたいな、はい、まあ今ね、近くにいないんで、はい、やってますけどね。そうですね、はい、やっぱね、本当いい人ですよね。そうですね、はい、近くにいないすごい満面の笑みで、こっちを見てるような気がするんですけどあれは青木社長じゃないです。違います、はい、なんか視線感じるんですありがたいですね、はい、本当そういう意味では、ね、はい、本当に、はい、そのさまで、昨年までは、はい、もうこちら側からお客さんの方で私に来させていただいて、でなるほど、カーボンのパドルシフトとかで、はい、購入もさせていただいたんですけど、そういうことですか、ね、1年後に、、こちら側に立たせていただくことになると、なるほど、リュウヤさん様々でございます、
なんか会話してるので、あ、青木社長いらっしゃった。どうも、はい、お久しぶりです。すいません、ね、いつもありがとうございます。今日はリベラル×フラットカーチャンネルのコラボブースということで、コラボブースということで、はい、いいですね、ちょっと はい、こんな感じになっております。はいですね、はい、いや、フラットさんは、神戸ですよね。神戸ですね、はい、そうですよね、はい、で青木社長は、はい、あの神奈川川崎じゃないですか。神奈川の川崎ですね、はい、で昨日から、そうです、入られて今日初日ですよね、はい、泊まっています。あの来られて背中とか、はい、痛くないですか、大丈夫ですか。いや、なんかね、昨日ちょっとエアコンつけて、はい、ガンガンで寝たんで、はい、ちょっとだるいんですよね。あ、そうです、はい、ちょっと僕あの気になってたのは、はいはい、トゥクトゥクで来られたんですよね。いや、あの、そうなんですよ、背中痛かったんちゃうかなと思って。はいはいはい、見られてますね、はい、先週のイベントも大盛況で、はい、私の友達も潜入スパイで、はい、あのちょっとイベントを、はい、はい、取材ちょっと、はい、あの話をいろいろ聞いてたんですよ、はいはい、もう本当トゥクトゥク大人気でね、はい、そうですか、はい、今日はね、本当こういう先ほどちょっと横で見てましたけど、いやこれあれですよ、あのマンセルさん人形作りましょう、作りましょう、これでこう、あのね、キャラクター、あのこ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 のキャラクターで、はい、これ回るんで、足が回しておきます。うち売りますか。大丈夫、そこは安心してください。そうですか。というノリでやっております。ということですね、いや、なんかいろんなこと面白くなんかできそうですよね。試しにやらないとね、はい、僕らの業界は。そうですよね、うん、なるほど、この 3D のこういうスキャナーって、はいはい、どこまでの大きさのどんなものが作れるんですか。スキャナー自体はちょっと分割は必要なんですけども、はい、この車1台程度でしたら、あのぐるっと一周は取れます。じゃあ全部データ取り込んだら、はい、そのあとは縮尺だけ変えて、そうですね、それこそ変なキャラクターなり車の模型まで、はい、そうですね、極端に言うとね、あのご自身であの作り上げられたいろんなね、エアロパーツとかついた車をスキャニングすれば、はい、そのままミニチュアもできたりもします。うわ、そういうことですね、どうなんですか、そういったオーダーメイドみたいなものは、はい、今後なんかオファーがあったら、そうですね、やっていきたいと、はい、ありなんですか、思ってます、はい、へえ、なるほど。こちらもあの既存品ではあるんですけども、はい、あのそれこそもうちょっと長くしてとか短くしてとか高さ引っ込めてよとかはあの簡単にできますので、ね、そういうことですね、はい、世界に一つの作り込み、あー、そういうことですね、ご応援いただけるところということですね、よろしくお願いします。なるほど、はい、フラットさんがこの VM を乗られてるということで、はい、あのじゃあ VA 系はないのみたいなご意見なんかはどうなんですか。 ありますね、やっぱり、はい、ただちょっとそこがまだあの自身の車しかスキャニング できていないので、そういうことですよね、はい、ということはどこかの VA の車のスキャンできるようなサンプルが必要ですか。必要です。ですか、はい。はい、じゃあ私の VA やります。ぜひ、いいんですか。いいですよ。いや、皆さんのためにあのちょっとそのカナード関係とかの、あのそういう寸法というんですか、データ取り、あの VA 代表としてあのアラホーシマンセルの車あの使ってください。ありがとうございます。いいんですか。大丈夫です。マンセルさんも、はい、スキャニングさしてもらいます。それがなんか条件らしいです。そうです、はい、条件こちらがというですね。違法にならないっていう点で言いますと、はい、この自分の認識としてはこういうなんか突起物の、はい、あのなんかあの丸みを帯びてるとある程度こう OK だったりするんでしょうか。なんか条件っていうのはなんかあるんですか。そうですね、一応法規的なところが決まってまして、はい、ちょっと詳しくはあれですけど、まあ、あのここの丸みの曲げ、はい、R っていうんです、曲率が法律で定められてます。ですね、これはクリアします。なるほど。この辺りはちょっと今これが確認していくところです。まあ、一応あくまでサンプルですもんね。そうですね、まずサンプル、はい、もうあのこういうアイデアというかイメージですもんね。そうですね、はい、こういった自由度の高い中を抜いたような形状もできますよというサンプリングです。これはすごいですね。こちらも中空洞にして面白いですね。
上と下に抜けるようなテーブルにしてみたいな。あと特徴的なのはやっぱり中を空洞にできますので、すごく軽い。材質はどうなんですかこれって。材質光造形タイプに言ってました。紫外線を当てると効果する。あ、そうなんですか。砂樹脂聞いときながらわからないです、はい、でこれもあの軽いもんなんですか。そうですね、はい、で強度もしっかり持ったデカレスもございますの、ね、で、はい、それを用いてます。あ、なるほど、はい、まあ、確かにその、そういうバンパーのラインに沿って、はい、まあ、両面テープで止めるようなイメージでしょうか。そうですね、そうですね、やっぱりそれこそやっぱりデータ取り必要ですよね。そうですね、はい、そういうことですよね、はい、なるほど、わかりました。じゃあ、VA の方も方向期待ということで、はい、データ取りできたら、はい、なんかそういうふうなことが、はい、ちょっと広がっていけばいいですね。そうです、ありがとうございます、はい、わかりました。まあ、そういうことでね、ちょっとタッグを組みながら、はい、これから展開していきたいなというふうに思っております。はい、すいません。フラット 3D ラボのフラットさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんにちは。今リベラルさんの、ブースの方にね、お邪魔してね、はい、社長お忙しいお時間の合間、はい、お時間ちょっと作ってくださいました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。今回もね、今日から3日間、はい、神戸の方にお越しになられてね、はい、はい、今もね、この例の人気のカーボンバイザー、そうですね、メタバイザー、ね、メタバイザーね、はい、売れてましたよね。はい、あれやっぱ人気ですよね。マンセルさん来てからもういきなり晴れちゃって、もう一日に暑いですよ本当。そうですよね、結構この風はあるものの暑いですね。そうですね、はい、いやもう体だけ本当、はい、水分補給もされながら、はい、この3日間楽しく、そうです、ね、過ごしてください。それがモットーなので、ね、そうですよね、はい、はいはい、ということでいろいろフラット 3D ラボさんとか、はい、この大豆 USB ですかね、はい、いろいろと私にもこういう機会与えていただきながら、はい、はい、盛り上がっていこうとしてるんですけど、はい、それもこれも青木社長のこのね、行動力本当嬉しいですね。うちに企画の木村っていう、はい、書きます人間がいるんでそれをこうねつける感じでありますね。楽しくみんなで、ね、そうですよね、はい、ですね、はい、わかりました。また今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。